発見。皆さん毎度、上次郎です。ご視聴ありがとうございます。だいぶ気温も上がり、あと少しで亀シーズンが始まりますね。我が家の冬眠している亀はこの5匹です。水中冬眠した亀はこの3匹。陸地シェルター冬眠した亀はこの2匹。シェルター内にいるなっちゃん以外は冬眠明けをいたしました。それでは明けた子をご覧ください。どうぞー。こちらが我が家の亀池です。水場が3つ、あとは陸地になっています。先ほど、ご紹介した亀5匹に関しては、草亀が3匹、雲丘が2匹になります。で、それ以外の生態は今映っている金魚ですね。金魚が、6匹かな。それと、あと、クチボソ等が入っていて、ここで生活しています。それでは個別にご紹介していきます。黒吉、クサガメのオスです。で、この子は、冬眠に入るのはね、すごく遅いんですよ。で、開けるのは一番早い。まあ、うちにいる亀でね、一番寒さに強い、草亀になりますね。ミキ君、クサガメのオスです。この亀池にいる亀の中で1匹だけ、この子だけがヤング個体。ただね、ヤング個体はヤング個体なんだけれど、この子はね、甲羅がね、多孔で、なおかつ、少しね、いびつな状況でお迎えしてるんですよね。で、少なくてももう4年以上は経過してる子だと思うんですが、成長不良なのかな？なかなか大きくならない子です。なっちゃん、クサガメ、メス。この子は、一番早くシェルターに入って冬眠をする子ですね。で、開けるのも一番例年遅いです。ですが、今回ね、翌日にもう冬眠開けました。撮影をね、2日間かけたんですけど、2日目にね、もう起きてました。で、動きが鈍いかなと思ったんですけれど、結構動いてたんですよね。これは例年にないような状況。
まあ気温が暖かいのがここのところ続いてるっていうのも、まあ一つの理由かもしれませんが、元気に目覚めてくれたので、これでね、5匹すべて揃ったので安心いたしました。うんちゃん、うんきゅうメス。この子は、去年のね、春からこちらに来ている子なんですけれども、まあね、大きいね、この子はね、本当に、爆食だしね。ただね、性格的にはものすごくおっとりしていて、で、まあね、アダルトサイズからうちに来てるから慣れるかなと思ったんですけど、まあ、多少だけどね、この子は慣れてくれました。まあ元気よくてね、他を威嚇するとかそういうこともない子なんで、安心です。ただね、動き出すとね、結構動くんですよ。日頃あまり動かないんだけど。まあね、元気よくね、この子も育ってくれてるんで安心しています。キューちゃん、ウンキューメス。で、この子も、ウンちゃんと同じでね、一緒に去年の春から来てる子なんだけど、まあ、臆病。本当に臆病。多分、私がね、コーラを持って持ち上げてる時に頭を出してくれたことは今までないと思います。結構ね、もうビビリなんですけれど、なんていうのかな、結構ね、愛らしい動きもしたりもするんですよ。こうやってね、なかなか動いてるところを見せてくれることも少ない子なんですけれど、まあね、去年はね、産卵もして、まあ元気よくうちの亀池で過ごしてくれてるんで、見守っていきたいと思います。はい、5匹紹介させていただきました。で、今映っているのが、これ今ね、メダカが入っているんですけれど、これはね、もう少ししたら、子ガメの方をね、こちらの方に引っ越しして、こちらである程度大きくなるまで、この子ガメ用の飼育設備で、まあ、飼育していきたいと思っております。はい、こちらが亀池全体ね。まあ、日当たりもいいし、ただね、ちょっとあまりにも日当たりが良いんでね、青緑とか出ちゃったりするんだけどね。今年の夏はね、まあ、ここでね、また何が起こるかっていうことだと思います。はい。
作業予定。ジョブフィルターをね、またちょっといじりたいと思います。それと亀池の表面をね、今度ね、ちょっとね、保護するために塗装をやり直そうかなと思ってます。で、もう一つ、里子に出したあの岐阜のところにね、亀の方確認に行きたいと思いますので、その動画も撮れたらまたご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。